俺は知りたい。なんで親父があんな目に遭ったのか。鏡どうだ。一番ヤバいところに手を出そうってのか。乱帝は2枚の鏡で何かをやろうとしている。乱帝、一体何を。俺の目的は乱帝を追うことだ。鏡はあと一つ。お前と関わるとろくなことがない。これで横須賀は俺のもんだ。ついてきな。の野郎、貴様はまだ俺の相手ではない。兄貴、お前にもいずれ分かる時が来る。分かる時が。このまま諦めるわけにはいかない。だから俺は強くなる。うわー。